旭川空港に降り立ち、ひたすら走り続けること200キロ以上。ついに未踏ドライブ一行は網走監獄へ到着。そこにあったものは、というわけでやっと到着しました本日は閉館しましたって書いてあるよ。網走監獄歩こう。これこれもうね、眩しい眩しくて、うっすら見えるね。ここあ、はい、これです。どう、博物館、ここに来たかったんですよ。今博物館になっているそうなんですけれどもね、いやーすごかった。その当時のなんか歴史をね、知ることができて、いやすごかったのは ここまでの道のりでしょ。ここに来て本当に良かったなと思いますね真っ暗だねそっか、その当時はこんな暮らしをしていたんだなとしみじみ感じましたね、うん、夜空を見てね。ほぼ暗くて何も見えないですね、うん、っていう、なんかもっと深い感想を言いたかった。ちなみに、はい、入館時間、はい、閉館が17時で、うん、はい、最後に入るのが16時だったんですそもそもだったね。じゃあね、現在今何時ですか。今19時ちょっと前くらいです、ね、全くですね、大遅刻でございますよ。3時間ほど遅刻ですね、そもそも3時間どこかで、最初の2時間のまごまごがなかったとしても間に合ってないじゃないですか、うん、そう、どこかで取り戻せたのかというところはあるよね。ちゃちゃ、でもちゃちゃ行ってて逆に良かったな。網走監獄来たかったな。結構ラストチャンスだったな、網走監獄。まあまた行けばいいよ。これなんか近くにね、もう一個刑務所はあるそうなんですけどね、はい、そっちはさすがに行くわけには、うん、普通の刑務所です。普通の刑務所だそうでね、現役の、まあ、彼の不祥事してもろって。中本当どうなってるんだ、ね、写真でちょろっと見ただけなんですけどね。てかさ、超怖くない？地獄の門みたいな。本当になんかちょっとなんか暗すぎて、ね、なんか変な声聞こえるような気がしちゃうもん。なんかせめてなんかちょっと行った雰囲気だけでもなんかあれなんですかね、あれが脱走しないか見張る塔みたいな、見張り台みたいなやつなんですかね。ゲームだと狙撃手いるところですよね。そうですね。ちなみに全く画面には映っておりません、うん、全然見えません暗すぎて、ね、これでっかい門は、これでっかい門映ってます。門はね見えないね。あーん、後で編集時に頑張れば映るかもしれない、なんとなくシルエットが分かるかもしれないぐらいですね、以上、うん、網走監獄でございました、はい、そこにちょっとその星空が綺麗なので、はい、撮れそうなセッティングを今しております。 あ、本当ですか。あ、これですか。お、そう、星がね綺麗なんですよ、すごく。今の画面じゃない、あ、これあれじゃないですか、星空撮り用のセットじゃないですか。あ、これだね。こんな感じでね、これですか。どこを押すと爆破できるんですか。これですか。あ、これか、これだ。はい、こうしたので、はい、ライトを消します。はい、消します。それでは撮ります、はい、3、2、1。シャッタースピード、30秒とかになっているので、結構、はい、あれですね、30秒撮ると結構はっきり映るんじゃないですか。もしかしたら明るすぎちゃう可能性がある。なんか調べた時15とか10秒とかって結構1回だけなんか撮ったことあるんですよね、はい、もう設定をないと分かんないと思う。見たいね。どうだろう。さっきの動画。あれ？ムービーが動いてるね。これはムービーですね。グダグダじゃん。こっちでしたね。今シャッターボタン押し直してました。下のボタン押したから。あ、上のボタン。30秒なんで。はい。あ、もうこんな点滅をしてるのが、これ人が通りがからなくてよかったね。今車が前に来た。あ、向こうからな、車来た感じだったかな。光が、あ、これは怪しい3人ですね、網走監獄の前でね。これはもしかすると暗の中になってる可能性が、何か映ってはいけないものが映っているのかもしれない。あ、来ました。
あ、ノイズ除去とか、はい、すごいカメラですね、これ。いいカメラだ。いいカメラだ。インターバル撮影が完了しました。うん、見たいね。見せてくれ。見れない。あ、いい。あ、綺麗ですね。綺麗。あ、すごいね。うんうんうん。あらーすごい、これは綺麗。もう一発くらいいっときます。ちょっと微調整してみましょうか。はい、だからこの網走監獄のこの門を、あ、でも暗くて映らないのか。あ、いや、いけますね。てか星すごっ、すなんかさっきより綺麗な気がする。だんだん映ってもそうだと思いますね。なんか割とあまり感動する声の聞くことのない与座くんがあんなに感動してるってことは本当に綺麗だったんでしょうね。あれカシオペアじゃないですか、ダブルとなると。そこからこういったところに北極星見つければ早いんですよ。北極星あれか、はい、終わりましたよ。さて、さあどうなってるかな。でしょう。おおすごい。おお、肉眼では見えないレベルで見えてますね。確かにカメラは捉えていたら、すごい綺麗。え、これ星空を映す旅でさ、今のところ一番感動シーンなんですけどここが見えないものを見ようとしてます。望遠鏡を覗き込んでます。望遠鏡は持ってきてません。午前2時でございます。午後7時。なんもロマンチックじゃねえ。踏切もない。踏切はでも通りましたよ。踏切ギリ通りました。5秒。3、2、1、ゼロ。すぐその画面に行けないことは分かってるんだ。こうなりました。おお、マジっすか。これちょっと明るすぎるね、これ。いやいやいや、まあ、明るすぎるけど、この赤みすごい綺麗。さっきのチャチャ王国の赤みですよ、これ。だってちょっと感度を落としましょう。はい、車が通り過ぎたらもう一回行ってみましょうか。はい、いや、明るすぎちゃうと思わなかった。これとかよくある花火とかこうやってやったら文字になるみたいな。あ、まあ、またそんなこともあろうかと。え、まさかそんなことができちゃう。ちょ、もうドラえもんじゃないですか。何でもある。はい、キンブレ。あ、キンブレ。なるほど、なるほど。レッキンブレだったら多分、はい、これで普通に。あ、でも厚さがあれ終わったんですね。そう、車の中にあったから、これがすごくあったかい。この金ブレがすごくあったかい。間もなくです。1、9。おお、ロマンティックだな。ロマンティックですね。ちょっと明るさを抑えられてね。網走監獄って。はい、またこれ新しいロマンを作り出してしまいましたよ。17時に閉まった網走監獄ですか。なんとなく受け取いてもらえて、暗くて何にも映んないですもんね。全然でもこんな方してつくはず。目がはい、2人は見えるかな。目がこのカラーにしよう。あ、ピンク。それで文字を書くわけかな。でも北海道だからブルー。はい、眩しい。己の目がやられる。本当、何の団体だと思われてるんだろう。確かにね。これちょいちょい車が通るのなんかもう。か。通るたびにドキドキするね。監獄の前で何やってんだろうね。の。全部逆。あ、そっか。はい、テイク2。はい。テイク2。いきますよ。か。か。リのお、これ取れちゃったね。ショウ、うん、完璧だ。はい、じゃあ今のは練習ということで。あれ、カメラバージョンでいきましょうか。これ持つ部分が冷たいっていう欠点があるんですね。ええ、手袋推奨ですね。こんなに明るいんですね、キンブレって。いや、もうつい最近こうライブやったばっかりだから、こんなに明るい光源を皆さん持ってらっしゃったんですね。15秒くらいで頑張ってみましょうか。はい、
これ どうしたらいいですか、さっきみたいに名前。はい、でもハートぐらいから始めた方がいいんじゃないですか、最初。よくあるベタな。確かに。あとね、横の位置を動いた方がいい。あ、同じ位置に重なっちゃうんで。そうか、こういった方が。あ、じゃあ、こうか。逆逆、こっちか。はい、はい、じゃあ行きますよ。では、せーの、どうぞ。か、り、の、しょ、う。お、いけたっぽいけど。さあ、どうなったかな。よう間違えた気がします。てか、そもそも昔の人 の右から左に文字いっちゃってるから、反転文字みたいな。あれあれどうでしょう、うん、あでもなんかちょっとおしゃれじゃないですか、これなんかアラジンのなんかまあおしゃれな何かではあるけど、おしゃれな何かでは、うん、文字で一回簡単なストリートアートみたいな、ね、とか腰ぐらいがちょっとレベル高いんですか、腰こうですか、ピュッ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 っていう感じですか。字には見えない、ちょっと色を変えてみようかな。確かに黄色とかね。あ、今のいけそうな感じだな。いくよ。はい、3、2、1、1、2、3、4、5、6。どうですか、手応えは。完璧です。星かな。はい、いきます。どうだ。おー、ちょっと惜しい。蝶みたいになってる。蝶みたいになってる。パピヨン、パピヨン感ある。いい、一番上が繋がらないんだね。面白い。ハッシュタグ作ってみます。結局そのこう戻るところが、そうだから人筆書きじゃないといけない。そうなんですよね。だからハートとか星とかの方が。俺のサイン。え、あ、いいね。逆回転できるなら。はい。じゃあ同じ6秒でいきましょう。それ最悪だから写真を反転してもらえばいいだけですから。はい、うん、確かに。確かに。え、動画も撮りつつ。はい。いきますよ。ちょっと待ってくださいね。色はどうしよう。あ、この色でしょ。紫。はい、いきます。5秒前。4、3、2、1、2、3、4、5、6。いい感じじゃないかな。完璧だと思います。いけたか。来た。はい、再生します。はい。さあ来い。さあ来い、さあ来い、さあ来い。えい。全くわからん。そんなだったか。やっぱ、シンプルなもんじゃないと無理だね。そうですね。じゃあ確かに以上ということでいいですか。はい、最後に星空単純にもう一回撮っとこうかな。し、悔しいです。星空を撮ってるところにカリノの腰もここでこう、多分明るさが合わない。確かに。僕もいますか、ここに。カリノさんも30秒動かないでいてくれれば、はい、動いたらアウトですもんね。こっち向いてる？向いてた方がいいんじゃないですか。動いたらアウトですからね。動かないです。瞬きもしないです。確かに瞬きすら NG だから。これあえてカメラ目線じゃない方がかっこいいだろうな。もしかしたら上が見上げてるとかね。3秒前から判断しましょう。はい、いきます。3、2、1、1、2、3、4、5、6、7、これ視聴者の皆さん、この真っ暗を見て楽しいのかな。これ完璧です。カリノ君が全く映って声しか聞こえないんだけど、顔は潰れてるけど、まあ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 、ちょっとやばいんだよね、これ。なんかホラー、まあ、いい、日本のホラー映画で出てくる、お昼ぐらい明るく、これから不幸な目に遭ってしまう人みたいなになってるよ、ブレ方が。5秒バージョンでいきましょうか、これ。なんかアーティスティックな。3秒でいきますよ。はい、3、2、1、2、3、以上。はい、うん、完璧だ。残りいいですね、これ。はい、僕のあのアーシャに、僕がアーティストデビューしたときに、もっとちゃんと撮った方がいいよ。いつか、いつにしか。いやでも電信柱というか電柱がなければね。こんな感じで網走監獄編は以上ということで。いやー、楽しい網走監獄でございましたね。いや、真っ暗なもんね。猫がめっちゃ。うっすら見えてます。
キンブレの光も。あ、そうか、キンブレの光つければいいんじゃないですか。でも、多分ヨザさんの依頼って感じで。まぶしい、もうあちこちから光が、まぶしい、はい、やっぱりあの光を呼ぶ男なんで、網走監獄楽しめましたね。どうでしたか、男3人旅で。すごい行きたいって言ってたじゃないですか、ヨザさん。いや、本当でも歴史感じられて本当楽しかったです。ですよね。やっぱ北海道来てよかったなって思った一つのスポットでした。まあ、これからね、ホテルに向かって網走監獄でのこの思い出を3人で語り合いながら、お酒を飲み交わそうと思います。ありがとう。よし、ここはある意味本番じゃない。6度ですよ、寒いわけだ。よいしょ、よし、じゃあ出発。野生動物が出てきそう。ありがとう、網走監獄。もう来るなよ。はい、これからは精進して一生懸命働きます。来るなら16時までに来いよ。はい。いやー、よく運転しましたね。ここまで行ったな。今北海道着いてから10時間。かぁ、目も疲れるわけですわ。最初のホテルは、本日泊まるホテルはこちらでございます。最初に車と後ろついてるよ。車がピーって書いてますね。プロデューサーさんのピーですね。はい、いや、そこでそのネタを出すなって。じゃあとりあえず、これ居酒屋じゃん。いや、本当長旅でございました。いい感じだね。はるばる運転して250キロ。で、カニの量っていうのお疲れ様です。可能かもしれないけど、あれ一瞬翔ちゃんください。サイン書いたのかなって思ったから、カニの量か可能量かなんか書いてなかった、ね、あと今日カニ足3本。3本、はい、マスターカニ3本足、マスターカニ足3本。あ、いい感じの泡のひおひげがついてる。カニサラダ、グラタン、ダントツです。それぞれ1つください。それください。はい、それから僕は最後にお刺身。あ、食べます。盛り合わせの方がいいと思いますね。はい、お願いします。2人前かな。はい、お母さんの言いなりになる。あと、はい、あ、シシャモの天ぷら。シシャモの天ぷらが1、はい、車エビの塩焼きもください。いいぜ、車エビ。はい、レンコンのハサミ揚げ1。はい、はい、はい、ありがとうございます。お願いします。カレンさんも今日運転頑張ったでしょう。あげますか。あ、本当ですか。これは、あ、運転頑張ったでしょう。ありがとう。イカうまそう、いただきます。こんなに食べていいんですか。こりゃいかんでございますよ。げっそりしちゃう。いただきます。めちゃめちゃ美味しい。美味しそう。めちゃめちゃ美味しい。というわけで、もう腹ペコでしょうがないですし、いっぱい運転したので、いっぱい飲んで食って、男三人絆を深めていこうと思います。いただきます。そうだね。なんだよこれ、なんだよこの BGM は。お、美味しそう。お、うまそう。あ、いいじゃん。あ、いいね。いや、よく食ったな。北海道の旅1日目がなんとか終了。居酒屋で旅の疲れを癒しつつ明日に備えますということだったんですけれども、まあ、結構その今回網走監獄のね、博物館ということだったんですけど、まあ、ほぼ、星の写真、そして、お遊びのね、キンブレを使ったものと、あとは居酒屋でのね、よく食べたなって感じ。あとはね、後ろ側にあったなんか翔ちゃんに似たお名前の人はね、割と有名なパラリンピックの選手らしいのでね、皆さんもぜひあの方検索してみていただければと思います。なんかあのニアピン感めっちゃ面白かったけどね。狩りのショーの向こうに、加納明さんですかねのね、サインがあったということで、まあ、皆さん狩りのショー君とともに加納明さんもぜひ覚えて帰っていただければと思います。というわけで、次回北海道旅2日目突入、